おはようございますあ。おはようございます。すみません。寝坊しました。いえ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 。ごめんなさい。決戦の朝ですね。そうですね。はい。はい,い。いかがでしょうか。お気持ち。そうですね。もう、準備は今まで整えてきたので、今日、それこそ、えー、戦艦の方に行って、無事に受付を済ませて、 で、本格的に動いていくというだけですね。うん。一番が取れるといいですね。そうですね。やっぱり、あのー、掲示板見たら、一番から六番まで、枕崎はあるんですけど、二、うん、人ですよね。二人なんですよ。なので、こう、右端に二枚しか貼られないので、やっぱり下よりは上の方が見栄えはいいかな <laughs>、というふうに、イメージはしてます。 超サプライズで、今日行ったら誰かが出現するってことはないですよね、はい、もうね。うん、よっぽどじゃないと、ないですよね。それはないと思いますね。ですね。はいはい。はい、<laughs> もうやっぱり、街頭演説を積み重ねてきて、こう短い時間でいかに、えー、人の心を動かすかっていうところが、うん まあ、いかに難しいかっていうところは、本当体験的に実感しているところなんですけど、そのまあ、政治でも、一般的な産業でもそうだと思うんですけど、私はすごくファシリトテーションって大事だなと思ってるんですよね。こう政治でも、なんか今、変わり時かなと思ってるのが、今までだと、まあ、地元のうすごくその権力を持ってる方とか、 財力がある方とかっていう、そういった方たちが政治家になって、その地域を引っ張っていくという、ある意味、リーダーという、そういう位置づけだったと思うんですけど、この、やっぱり多様化したとか複雑化した社会の中では、そうやって自分について来いというようなリーダーよりは、そのファシリテーターという、こう、自分自身が 引っ張っていくというよりは、いろんな人の意見を聞いて、それをこうつなげていくという、そういう促進していくというやり方の方が合ってるんだろうなっていうふうに思ってるところなんですね。えー、なので、その今までのリーダー像とかあ、この人にやっぱりついていきたいとか、うんうん、この人が この街を良、えー、くしていくっていうような、そういう要素も必要だとは思うんですけど、うんうん、その進め方としては、やっぱりファシリテーターとなって、えー、自分自身が一つ一つ、これをこうした方がいいよ、こうしなさいっていうんじゃなくて、意見を聞いた上で、叱るべきところにつないでいくという。 なんかそういったやり方の方が今の政治家とか政治のやり方にも合ってるんじゃないかなと思うんですよね。うん、なので、そこはこう、今日まで、えー、下準備をしていく中で、えー、改めてこう街づくりにもこのファシリテートとかファシリテーターという必要性をこう実感しているところですね。なるほど。それに関して言うと、岡山さんは 避けてるんじゃないかなっていうなんか経験だとかお気持ちがありますか、はいはい、そうですね私はずっとある意味若い頃はそれがコンプレックスだったんですよね、うんうん、例えば現場の中で働いて中間管理職っていう立場の時に上の方からはもっとガンガン言わないとダメだよと、うんうん、もうガツガツ言っていかないと現場は変わらないし、えー、聞かないから 話を聞かないからっていうような、そういった指導を上の世代からこう受けてきてて、でも自分としてはなんか違和感だったんですよね。なので、えー、ある程度年齢がまだ若い時とかは、無理して、ちょっとこう怒るうー、演技をしてたみたいなところが、そういう時期もあったんですけど、それは自分のその個性ではないなと、自分らしくないなっていうのに、 やはり30代で気づいて、やはり自分なりのやり方、自分に合ってるやり方っていうのが何なのかなって模索してるときに、そういうファシリテーションというものに出会って、あ、こういうやり方でいいんだというところでこうしっくり、えー、その時に、えー、すごくこう腑に落ちたというかで、そこから、まあ、まずやっぱり、あの、現場を信じる。 現場で働いている人を信じるっていうところから、やはり始めていかないといけないし、その自分自身がああだこうだっていうよりは、その方たちがどういうふうにしていきたいかっていうところを、ただ単に整理していく。そのことですごくこう、モチベーションも高まるし、えー、必要なことがしっかりとこう、つながっていく、まとまっていくっていう体験は、まあ、これまですごく、 あの、積み重ねてきて実感しますし、それって街づくりもそうなのかなって思うんですよね。うん、あの、いろんな人の意見があって、それこそ、なかなかまとまらないことが多いですけど、でもその中で、合意形成って大事だと思うんですよ。あの、本当、今言われているように、多数決ですぐ解決するんじゃなくて、 やっぱりその前提としていろんな意見を出し合った上で少なくとも多数決で白黒つけるんじゃなくてある程度の合意形成を図った上で優先順位を決めてで優先順位が高い方から具体的に進めていくというそういったことが小さいこの対個人に対してもそうですし 対地域に対しても有効なんじゃないかなっていうふうにすごく実感してます。うん、当選をして、権利になったら、はいはい、どういうふうにそのファシリテーションを使っていきますか議会制民主主義っていうのは、うん、もう我々が託したリーダーがある程度こう決定権を持って決めますよと、はい、こういう話ですよね。権利、はい、になってえー、えー うん、県職員とこう、うん、コミュニケーションとって情報を吸い上げて、そういうファシリテーションするのか、そういう県民に対してこう、はい、意見を出す場を作って、うん、ファシリテーションっていう能力を生かすのか、はい、どうやってやるんでしょうね。会社だったら分かるじゃないですか。うん、今言った会社のリーダーだったら、うん、社員と飲みに行ったりとか、飲みにニケーションする会議を開くと、うん、いうことで、ファシリテーションしていくと。 はい。どんな、どんな感じで、こう。そうですね。一つはやっぱり、まあ、枕崎なので、枕崎市民の方と、まあ、一般的に言う語る会だったりだとか、その市民と話し合う機会の時に、そのファシリテーションというのは活かせるかなと思うんですよね。皆さんそれぞれ限られた時間の中で、お忙しい中で、 えー、そういう場を作っていただくということなので、あの、効率よく限られた時間の中で、でもしっかりと、あの、意見を吸い上げて、それを、おまあ、ある意味、ファシリテーションで言うと、拡散って言いますけど、たくさんの意見をばーっと出していただいて、で、あの、できればその収束という優先順位が何なのか、 今の地域課題で優先課題って何なのかっていうところまである程度落とし込んだ上でそれをもとにあの視点としてはやっぱりこうミクロとマクロの視点とかその鳥の目虫の目みたいな感じで考えてるんですよねでその市民と語ることっていうのは、えー、虫の目だと思ってるんですよ要はミクロの部分でそれを おバーっとズームを広げていって、マクロの視点で見たときに、あ、これはやっぱり市全体で課題となっていることだなとか、県全体でも課題になっていることだなって、必ず、あの、共通する部分っていうのがあると思うんですよね。で、そのことを、えー、県の職員とやり取りしながら、あ、解決に向けて進めていく。私はその、議会、 があ、当然一つのや大きな役割とは思ってるんですけど、その定例の議会だけでは物事って解決できないと思いますし、それよりは日常的なもう小さなそのミクロとかあ虫の目のことをどう,こう解決していくかっていうところの方が大事なんじゃないかっていうふうに思ってて、そこでこうフットワークよく動いて、えそれぞれ今、 えー、虫の目で見た時の課題というものをしっかりと県の方につなげていって、で、それでやりとりしながら、あの、何かしら解決策、その課題に対する、方針とか、それから計画みたいなところにつなげていければ、それはすごく大切な役割の一つなんじゃないかなと思ってます。うん。ということは、うん、まあ、当選した後は、語る会とか、県政報告会っていうのか、うん そういった回を枕崎の方で定例的にしていこうかなと、はいはい。そうですね、そこも大事なんですけど、要はそ,のそういう場を作ると、なかなか本音が出なかったりするじゃないですか。なので、やっぱり人の心がちょっとこう、緩くなってるというか、柔軟な場面というのが本音が出ると思うんですよね。なのでそこは 地域行事だったり、イベントだったりっていう機会かなと思ってるんですよね。だからそういったところで、あ、これってすごく、あの、キーワードなんじゃないか、みたいなところでキャッチして、でそういったところも、こう、役割として、いろいろこう、全体を見てるからこそ、あ、このキーワードは、とか、えー、この方が言ってる、この課題っていうのは、共通課題かもしれないみたいな。だからあらゆるそういう場面っていうのに、 やはりこちらから出向いていって、で、その堅苦しくなく、さりげなく、その地域のニーズみたいなところをキャッチしていくっていうのができるといいんだろうと思うんですよね。うん。それはどうしても、も私のバイアスがかかってるっていうところはあるかもしれませんけど、まあ、少なくともこう客観的に、えー、見る視点っていうのは、あの、少なからずあるっていうふうに自覚はしているので、 そういったところで各部署に、えー、話を持っていって、えー、それはそのどうにかしてくれという漠然としたことじゃなくて、まあ、一緒に考えていきましょうよというようなスタンスで進めていくことが大事かなと全く関係ないんですけど、ずっと気になってたのは、岡山さん、いつもネクタイが。あのはい おじいちゃんがやる、<laughs> あの、ループタイなんです、ね。ループタイですよね。はい,はい。なんか、こだわりとか、おじいちゃんの形見だとか、なんかそんな、<laughs> あるんですかいや、あの、ループタイ好きなんですよ、個人的に。で、最初、あの、購入したのが、ここが薬杉のループタイだったんですよ、はいで。それがすごくお気に入りで、これが私らしさの一つです。うんうん、はい。ループタイが好きで、まあ、一つの、 あの自分らしさかなと思ってます、うん。なるほどですね。えー、はい。では、この動画は、おそらく、はい、岡山隆二候補者と書いていい動画になるかなと思います。はいえーえー、そうですね。もう予定者じゃなくていいわけですよね。そう,そうです、そうで、ん、す。だし、何が今日を境にできるようになるんですか今日境にですね、何が変わるんだろうの岡山。っていう 岡山隆二と書いたタスキが付けられます。はいねうん、それとインターネットでどんどん、あの、県議選に出るっていうところをアピールできるというところですね。うん、あとお、一番大きいのは選挙カーで、えー、自分の名前、えー、を連呼できる、アピールできるっていうところを が一番大きいかなと思いますね。うん、こう思い切って、今までぼやーっとしか言えなかったことが、はっきりと言えるっていうところが一番楽しみですね。なるほど。えー、うぐいすじだとか、はい。スタッフとかは準備万端ですか、はい、そうですね。まあ、実際、動いてみないとわからない部分はありますけど、準備は積み重ねてきました。なるほど。奥様がうぐいす城ですか えー、妻はもう、選挙事務所の方で、全体を見ていくという形で、うん、やはり、あのー、支援者の方が、ウグイス嬢になっていただいてます。なるほど。ウグイス嬢という言い方もなんか、今、このジェンダーの時代の中で、どうかなと思うところはありますけど。ですよね。いけないですね、うん、言い方がね。そうですね、うん。うん。はい。 じゃあ今日 <laughs> 抽選をして、帰ってきて、はい、出陣式をして、はい、っていう流れですかそうですね、あのー、まず8、このあと8時に、戦艦に行って、抽選をして、でその後地元の神社に、えー、祈願に行きまして<ー>で、12時半から出陣式です。 なるほど結構願をかけるというか結構そういうのを。縁起を,を担ぐ。縁起を担ぐ。はいはい。のがお好きですね。そうですね。あのー、あれこう長い歴史の中でこれが大切だっていうふ、えー、うに伝統的にやってきたことっていうのはやっぱり何かしら意味があるんだろうと思ってるので、まあ、当然それが偏見とか差別にもつながってる部分はありますけど。 まあこの演技担ぎっていうところは、一部分はすごく、あの、ある意味効果があるかなっていうふうには信じてます、うん。ち、ちなみに岡山さんは宗教は、どこの宗教とかありますか、はい、あの、先祖代々、えー、仏教で、えー、西本願寺派ですね。おなるほど。はい、あとは、まあ、 あの、まあ、神仏両党じゃないですか。日本の歴史って。だからじ、あの、当然神棚もあって、だけど仏教の中で浄土真宗の西本願寺派という、そんな感じです。なるほど。細かくちゃんとなんかあるんですね。そうですね。かなりそこは多分、うん、先祖もいろいろとこだわりがあって、こう、子供たちとか子孫に、 繋いできたんだと思います。なるほど。はい。ありがとうございます。じゃあ決戦頑張ってください。はい。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい